教えて、ディアブロ。皆さん、こんにちは。何度かディアブロが最近取り上げるようになった、もうすぐただの一般人のようになってしまう少年革命家ユタボン氏。正直最近扱っている内容で最も気楽に書けるのがユタボン氏なので、息抜きをしたい時にちょっと検索をかけたりしています。最近では2000万円で買ってくれそうになった人が正気に戻って2000円とした時に態度が急変したことを取り上げたりしたと思います。そんなユタボン氏ですが、豪遊した結果お金がなくなるということになったそうです。今回はユタボン氏の豪遊の結果について紹介します。ユタボン氏自身がその発信をしたのが2023年5月20日でした。大体の概要が同月24日に週刊女性自身に掲載されていたので引用します。今俺はみんなの学園でスタディしてるねんけど、今歴史にハマってて日本史とかを勉強してるねんけど、 YouTube でも中田敦彦の YouTube 大学も見ててめっちゃおもろいねん。今俺たちが生きている令和も日本史の中や、これからも俺は楽しみながらスタディしていくぜ。人生は冒険だ。5月20日こうツイートしたのは少年革命家で YouTuber のユタボン14。勉学に励む日々を過ごす一方で、同日 YouTube チャンネルに投稿した動画では高級ブランド品を購入する様子を公開した。動画冒頭で長年愛用してきたルイ・ヴィトンのダミエデザインの2つ折り財布を披露したユタボン。だが財布がボロボロやとあんまりお金が入ってこないとのことから財布を新調すること決意。さらにどうせ財布を買うならバッグも買おうと思うんですけど、どうせならキーケースも買いたいと意気込みを見せた。高価な買い物をするにあたって準備も万全のよう。さっき銀行に行ってきてお金を下ろしてきましたと財布から1万円の束を取り出しカメラに向けてアピール。一方でもう全財産です、もうお金ありませんと明かしつつ店に向かったのだった。店内は撮影禁止だったのか、動画では商品を選ぶ様子は音声のみが公開。ユタボンはこれいくらですか、ダミエが好きなんですなど店員とやり取りを交わしており、スムーズに買い物ができたようだった。そうしてユタボンが購入したのは財布とキーケース。当初予定していたバッグは購入しなかったようで、まあさすがにバッグはヴィトンじゃなくても良いかなと思ったんで違うところで買おうと思うと方向転換することに。エンディングでは戦利品を1点ずつ紹介。ヴィトンで購入した商品の内訳は、超財布が105,600円、キーケースは36,300円の合計141,900円だったという。そしてバッグは吉田カバンのポーターを選んだといい31,900円だったと明かした。総額173,800円の大きな買い物をしたユタボン。動画のコメント欄にはルイ・ヴィトン製とかすごすぎます、さすが、当然なんだけど随分大人っぽい背格好になってきたな、ヴィトン持ってるとなおさらと驚く声が寄せられている。最近では日本一周で使用した専用車スタディ号の売却をめぐって再び波紋を呼んだばかり。今月16日に2000万円で買う人が現れましたとツイッターで歓喜するもつかの間、その直後に購入希望者から2000円なら買うわと大減額されていた。新しい財布で金運アップとなるだろうか。詰まるところもともと残金が少ない状態で身の丈に合わない買い物をした結果、お金がほとんどなくなってしまったということでした。なんともまあ自業自得という言葉がぴったりな出来事なのでしょう。別にユタボン氏がルイ・ヴィトンのバッグや財布を持とうが特段問題はないですし、勝手にすればいいと思いますが、その結果お金をほとんど溶かしたのであれば救いようもない状況だと思ってしまいます。とはいえ中村幸也ちゃんがただ無駄にお金を消費させたというわけではないでしょうし、それくらい動画の収益でどうにかなると思ったのでしょう。その動画は現在 1.4 万回再生、収益として見込めるのは多くて3000円とかそこら円なのではないかと思います。まあそれでもディアブロよりか多いので羨ましくはあるのですが、どうやって元を取るつもりなのかそこは気になってしまいます。おそらくはスタディ号がその方法の一つなのでしょうけど、2回ほど取り上げさせてもらいましたが、どの内容も基本的には銭ゲバカよと言わんばかりの内容だったので、そもそも本気で買ってくれる人はなかなか現れないのではと思います。ああそういえば YouTuber などになっていれば買ったものなどが経費で落ちるということもあるので、それを考えての行動だと考えるとすんなりいきます。ディアブロも高性能な PC を経費で買ってみたいものです。教えてディアブロ、教えて尺稼ぎ。今回の差し稼ぎはおそらく本編より長くなると思います。ただメインで扱うのは面倒くさいので尺稼ぎとして話します。ということで早速今回の話題の記事を引用します。2023年5月27日の日刊現代からです。
ジャニーズ事務所創業者で前社長のジャニー喜多川、2019年死去による児童虐待事件が注目を集めている。今年3月にイギリスの公共放送 BBC が放題、 J-POP の捕食者、秘められたスキャンダルと題するドキュメンタリーを放送。4月には日本外国特派員協会で元ジャニーズ Jr. のカウアン・オカモト氏が記者会見を開き、未成年の時にジャニーから15回から20回の性被害を受けたことを告発した。またジャニーのマンションに泊まった100人から200人のほぼ全員が性被害を受けているはずとの見解も示している。告発者に共通するのは無力感だ。日本テレビ系真相報道バンキシャでは、元ジャニーズ Jr. の二本木朝巻氏が性被害について、一個人は声を上げたところでどうにもならないと苦しんでいたと告白。1999年週刊文春がこの問題を取り上げると、ジャニーと事務所は文藝春秋に名誉毀損の損害賠償を求めて提訴。その後ジャニーのセクハラ行為を認めた東京高裁判決が2004年の上告棄却により確定する。それにもかかわらず、ジャニーの性犯罪が野放しになってきた理由は、ジャニーズ事務所がメディアを掌握していたからだろう。ジャニーズのタレントを使えなくなるのを恐れたメディアは過剰に忖度を行っていたのだと思う。この構図、既視感があると思ったら今の自民党だった。広告代理店と結託し、メディアの掌握を試み、不都合な事実は闇に葬り、内部からの批判は徹底的に抑圧する。94年の政治改革により党中央に権力が集中した結果、党内は挙手要員やイエスマンばかりになってしまった。党中央に逆らえば次の選挙で公認をもらえなくなるばかりか、資格を送られる。その結果、いびつな王国が出来上がった。こうしてあらゆる問題がうやむやになってきた。安倍チルドレンと呼ばれた連中もいたが、要するに権力を握られているわけだから自由に動くことができない。5年ほど前だったか、某国会議員は私に向かって、僕たちは安倍さんのおかげで政界デビューできたんです、だから表立って安倍さんの批判はしたくないんですと言い放った。これジャニーズの構図とどこが違うの？詰まるところ言いたいこととしては、ジャニーズのことが報道されないのは自民党と同じやり方をしているからだという無理くりな言い分での自民党批判でした。日刊現代といえばこうした記事がわんさかあることでも有名です。では実際に自民党の問題が報道されていないかについてですが、普通に自民党の統一教会問題であったり、何か小さなやらかしであったりしても、どこかのニュース番組では鬼の首を取ったように報道していると思います。特にサンデーモーニングや羽鳥慎一モーニングショーのコメンテーターを務めている玉川徹氏などはしゃいで報道しているのではないかと毎回思います。それに比べて立憲民主党の脱粉訴訟問題を大々的に扱っているニュースなどはあったでしょうか。さらに小西文書問題の時に小西博之参議院議員自身に問題があるのではないかと報道していたところは、産経新聞や夕刊フジ以外にどこかありましたでしょうか。偽ブランドについてはさすがに擁護できなかったのか、報道をしているところもあるようですが、話題にならないのはどちらかというと野党側ではないでしょうか。散々安倍晋三元首相を揶揄するような報道をしていたり、今回の岸田文雄首相の息子の事件も大々的に取り上げていて、何が自民党とジャニーズの報道が同じだと言えるのでしょうか。こんな的外れな指摘をしているから、日刊現代は日刊ヒュンダイと呼ばれるのではないのでしょうか。この記事が出ている以上、自民党がメディアを掌握していない、証左ともなっていることにどうして気づかないのでしょうか。いかがでしたか。今回はユタボン氏の金欠問題について紹介しました。経費でいろいろと落ちるのが実写でやっている YouTuber のある意味強みになっているのだろうなと思えてしまう金欠発言。ただもうすぐユタボン氏は不登校学生という商売道具を一つ失い、どのようになっていくのか、このままの金銭感覚でいたらなんやら危ういなと思ってしまいます。まあどうなろうと自己責任だとは思いますが、最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。